横軸に示される太陽光の入射量に応じて、上図は2色のデイジーとどちらも生えていない地表の面積変化を、数では気温の変化を示したもの。光量が変化しても、各デイジーの増減により温度は一定に保たれる。デイジーワールドとは、イア理論の妥当性を示すために考えられたモデル環境。デイジーしか存在しない世界を仮定し、地表に降り注ぐ。 太陽光の量が変化したとき、地表付近の気温を一定に保とうとする向上性が作用することを示す。デイジーワールドは、ジェームズ・ラブロックとアンドリュー・ワトソンが1983年に発表したガイア理論に関する論文で紹介された。このモデル環境には2種類のデイジーの種があり、それ以外の生物は存在しない。黒いデイジーの花びらは黒く、光を吸収する。 白いデイジーの花びらは白く光を反射する。どちらの種も生育に適した気温は同じという設定である。太陽光が極めて少ないか極めて多い設定でシミュレーションを行うと気温が低すぎるか高すぎるためデイジーは生育できない。デイジーが生育可能な範囲で光量が比較的少ないときは太陽光を吸収することで周囲の気温を上げる。 性質がある黒いデイジーが繁殖しやすい。しかし光量が多くなると、黒いデイジーは、自らの生育に適さないほど気温を上げてしまうため、数を減らし、逆に光を反射して、気温を抑制する効果を持つ白いデイジーが数を増やす。このような白と黒の推移によって、光量が変化しても気温はあまり変化しない。この状態は、非常に安定していることが観測できる。 すなわち、向上性が保持されるのである。デイジーがない状態のシミュレーションでは、気温は太陽光に応じて上下するだけである。したがって、上述の向上性はデイジーが作り出していると言える。後に、デイジーワールドのシミュレーションに、ウサギとキツネなど他の種を導入する拡張がなされた。そのようなシミュレーションでの新たな発見として、種の数が増えると、 惑星全体に与える効果が大きくなることが分かった。この発見は生物多様性の貴重さを論じる際の論拠とされ論争のもととなった。デイジーワールドには批判も多い。しかしデイジーワールドは生物学的にもたらされた向上性が目的論的な説明を要しないということを確かに証明した。デイジーワールドを元にしたゲームとして マクシスのシムアースガール。ありがとうございます。